ともと絵がすごく好きで、もうちっちゃい頃からずっと絵を描いてたんですけど、大学ではピアノを勉強して、やっぱりちょっと絵をもう一回勉強したいなと思って専門学校に通い直しました。絵本のことが全然こう詳しくなかったんですけど、ボローニャの絵本原画展に入選してから、いろいろとストーリーのある絵を作り始めて、やっぱ一枚絵よりはすごく世界観がこう広がるような感じがして、今はすごく楽しく作っています。もともとは私こう絵本を読んでてもすごく絵ばっかり見ちゃって、文章が頭に入ってこなくて、私みたいな人もこう楽しんでもらえるように絵だけを追ってこうストーリーが続いていくっていう絵本を作ってみたいなと思って、今回は文章を出しました。今回のテーマが日常の冒険っていうテーマに合わせて今まで作った作品を集めたんですけど、何気ない場面だけどすごくこう大切な一コマだなって自分で思う作品を持ってきました。普段は普段の制作でも本当になんかあんまり過剰な演技をこうキャラクターにさせないように、こうみんなにこうちょっと共感してもらえるような表情とか動きを意識して作っています。よく自分に似てるって言われるんですけど、全然最初はそんなこと思ってなくて、こうメガネを出しかけてないんですけど、すごく憧れがあって、で自分のキャラクターにはちょっとかけさせたいなと思って、だんだん出来上がっていったキャラクター。あんまり意識はしてないんですけど、猫はこうもともと飼ってた猫とか、動物もクマさん大きくて落ち着くので飼い始めたんですけど、人間同士の関係よりは人間と動物の関係を飼うのがすごくなんか自分でしっくりくるので、なぜかっていうのはまだ分かってないです。